京都へおいでやす。どうもミスター京都あっきー、今日はね京都市内ぶらついてます。ほんでこれからね晩ご飯をどっかで食べてこようと思っております。どこで食べるか全く決まってませんが、ちょっとぶらっと行ってきたいと思います。それでは食べてくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。うどんが食べたいなと思いまして、京うどんの伏見のまといさん、こちらに寄せていただきました。行ってきます。京うどんまといさん、久しぶりです。すみません。よろしくお願いします。ご新規2名様です。いらっしゃいませ。2名様で向かってます。どうぞ。ご新規2名様です。これ言いました。これきましたよ。これ何やったっけ、卵あんカレー。はい、ありがとう。卵あんカレー950円、カレーうどんと卵うどんが合体したうどんです。まずこっちから食べて、こっちを食べて、後で合わせるという、すごい芸術品です、これ。芸術品です。じゃあ、いただきましょう。麺もね、恐怖でこれコシがあってね、コシのある麺でね、美味しいよ、これ。ほんま芸術ですね、これ。うん、混ぜてみよう。混ぜたスープで。優しい。
僕はね、せっかちなんで混ぜます。もう混ぜます。最終的に最後まで混ぜてくれということなんですけども、もう混ぜます。うまそうだねこれ、うん、カレーもね、濃厚で甘口なんですよね。蝶々のダイブ、投入したら絶対うまいと思うけど、このうどんがねすごいボリュームあるんですよ。ボリューム。強風のね、優しいうどんがめちゃくちゃうまかったです。お腹いっぱいです。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。京うどん、まといさん、むちゃくちゃうまかったです。並サイズでね、うどんが 300g あるんで、ちょっとご飯はね、食べれへんかったんですけども、あれにご飯を投入して最後まで食べたら絶対うまいと思います。また寄せていただきたいと思います。京都の伏見の京うどん、よかったら皆様も来ていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。